チョイス。どうもアクションズのキャプト、アーデです。今回の動画はあパチ屋を見つけたら即入店、先着ドライブ。チャンネルが違います。このチャンネルでやることではございません。はい、今回の企画は食べることは一切ありません。一切ありませんね。ちょっとごめん。ちょっと本当に今回は僕たちの趣味企画というか、なんというか思いついてしまったからさ、そう、ちょっとやってみたいな企画をやらせてほしいです。ということで今回の企画なんですけども、皆さんには無縁かもしれません。まあ普通に言ってる人もいると思うんですけど、まあ、パチンコ屋さんを見つけたら入店します。はい、ジャグラーというスロットです。まあよく俺らが動画内で話題にするやつだな。 それを1000円入れます、うん、で、光ったら、まあ、ビッグとか、まあ、バケとかあるんですけど、まあ、まあこのことはもうちょっとわからない人はわかんないと思うんですけど、まあ、中当たり大当たりみたいな感じがあるんですけど、まあ、それで最終的に9時までこの企画をドライブでやって、収支はどれだけになるのかっていう企画ですね。単純ですよ。単純です。単純。1000円なんてすぐ終わるんで、本当に光らなかったら5分とか早ければ、ね、とにかくこの企画は僕たちの趣味に付き合ってください。お願いします。たまにいるじゃん、食べてない客見たいっていうね。だから行きとこう。来たよ来たよ。今の時間3時なんですけども、うん、まあ、先ほど言った通り9時までドライブをします。6時間だ。で、もしですね当たった場合、うん、光って中当たり大当たり引いたとしても、その後にチャンス的なものがあるんですよ、うん、なんて言うんだろうな、連続で当たりが来るかもよっていう、そうそうそう、いわゆるジャグレンっていうのなんですけども、はい、まあ、そこはでも1000円を使って当たったメダルでやるのは OK です。続行するの、うんうん、まあ、そこで引いてきても OK です。絶対にプラスなんで、1000円なんで。そうだね。じゃあ早速やっていきたいと思います。それではいきます。さあ16号爆走中120キロレリック、今日は勝つと。そのマインドはまずいんじゃない、クールに行こうよ。クールに行く。このジャグラーという機械は俺らもそんなやってないんですけども、とにかく光ったらいいっていうことです。そうです。ややこしいものありません。あのゴーゴーランプっていうところが打ってたら光るんですよ、当たるとき。だからいかにビッグを引けるかと、いかにジャグレンできるかっていうのが、そうそうそう、うん、で、この間俺と相手で行ったサブチャンではそれを3連しました。6、4とか5じゃなくて、そうだそうだそうだ。だってハイトは俺の横に座って1000円出すから。そうそうそう、あの時1000円でしょ。あの時1000円あります。これ台によります。あと持ってるここによります。おぉあった見えたあそこにあるんです。宇宙センター。宇宙センター買いだけ行ったことあるんだ。あんま期待はしてないんですけども、分かりません。今日はなんて言ったってこの企画初の悪連パチンコ企画です。スロット企画ですから、これはある意味ビギナーズラックがあるかもしれない。なるほどね。再生数伸びる的な。そうそうそう。いや、当たるより再生数伸びてくれた方が嬉しいですけど。あ、違いないね。うん、どっち行く先。まあいいですよ、先行ってもらって。あ、いいですか。あ、全然全然。ちょっと手からしてきます。はーい、この辺やります。早えな。速攻帰ってきたやん。もうこれ動画回し始めたら時間なんで5分経ってないです。5分経ってない。はいよ。これがスロットの怖いところです。ファンキージャグラーを僕は今回打ちました。あ、もうジャグラーの中にも何種類かあるんですけど、まあ、ブドウが2回ぐらいしか出てないかな。あとは犬とかのやつでもう、まあでもでもでもそんなもんじゃないですか。え、いやだからもう結局回数いけばいいだけだから。うん、そう、結局ね、1000円じゃまあまれですから。いい。ただそれを今回ぶち抜いてくっていう企画ですから俺らは。そうです。光ってしまえばこっちの勝ちです。そうだ。じゃあ行きましょう。行きましょう。さあ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 、アムディアムディアムディ、アムディ。ここはコロナの期間中にもかかわらず営業して営業しております。宇宙ステーションより全然多いんだけど。ってことは当たる確率あるぞ。おいじゃ、頼むよ。行ってまいります。お願いします。ということで、これは感覚で選ぶ花まで適当にこれにしました。やっていきます。さあらば、
200億円かということで、でもそこそこなんか楽しめたんだよね。マジャグ？あ、アイムジャグラーをやってみたのよ。次だ次、次だ次、関係ない関係ない、こんなの、こんなの余裕よ。こんなの分かってた。さて、作戦会議といきましょうか。作戦なんかあんの？はい、作戦会議。いやでもね、これ当たる秘訣が何個ありまして、うん、まずよそ見打法っていうのがあるんですよ。こうやってチャンスの時間で見たもんね。よそ見をしてると芸人さんやってるの見たよ。よそ見をしてると知ってる知ってる、ゴーゴーランプがいきなりバンって光るんですよ。こっち見てこっち見ろよって、前見ろよってピエロが言うんですよ。はいはい。あと隠し打法みたいなのがありまして、そうティッシュとかでこう隠してくんですよね。はいはいはい。で、お前には期待してないよみたいな、けど俺を探してくれってバーンって光るんですよ。アホらしい、アホらしい。ちょっと待って、大丈夫これ。いや、ちょっとディープなとこを見せていかないと。まあ別になんかハマってるわけじゃないんですけど、ね、ハマってんのかなこれ。お次のお店はコーナー、コーナー当ててくれるんでしょうね。コーナー当てますよ、お願いじまじゅりょ。ダイジェストにはしないでくれ。じゃあ行ってきます。はい、お願いします。いやでもまだ3店舗目だから。いやまあね、いやそんな落ち込むとこじゃないから。いはい、見つかっちゃいました。ラーメン二郎柏店です。ラーメン二郎柏店だ。なんとすぐありました。目の前じゃないか。安田です。頼めよ。あぶち当てますわ。ここはめっちゃ当たるで有名ですから。1時間は帰ってこないと思って。最高じゃん。ういいやいや早くない？いや全然当たんないし、そのおじさんの挙動怖いし。どうする？このままでいくとやばいよこの動画。怖いね、この企画すごく怖いね。まあでもまだ前半でしょ。まだ4時40分ですから。そうそうそう、まだまだ半分いってないから。あれあれ車盗まれた？軍式にしたわ。ちょっと今柏に来てます。まあドライブって言ったんですけども、もちろんドライブもしますけど、一旦柏の方来ちゃったんで、柏駅にはですね、まあ、周辺にすごいねパチンコ屋さんがあるので、パチ屋を見つけたら入店したいと思います。ずっと車の絵はねなんならつまんないと思うので、こういう街ブラみたいな感じでパチ屋に入ってくっていう、なんとか間を持たせようとしますね。そうですね、まあ、場所はもう分かってるんで、ちょっとそこまで来たら回したいと思います。はい、僕らのよく行くロードに来ましたよ。今の収支は4000負けですか？負けですよ。俺1万円ぐらい勝てるぐらいのノリで来てるから。ピア来ましたね。よし、今度こそ勝ちます。行きましょう。頼みますわ。うわー、チャグラーがお迎えしてるよ。おはようございます、今日よろしくお願いします。あ、あ、これ全然乗ってないね。はい、すっちゃん、お願いします。やるしかないな。二つ来るか。ありがとうございます。よそ見打法も試したけど、あ、やったんだ。大丈夫です。見てください。楽園です。もう一回光ってもいいので、もう俺、もう俺、もう5000一旦行ってるから。じゃあお願いします。はい、行きます。はい、これにします。いや、いや、いや。おお。おしゃれ、養分になるだけの仕事や。一旦作戦会議しよう。はい、さてと、一旦状況整理しよう。3000円、3000円、6000円、お互いで負けた。で、時刻は5時44分です。2時間44分。カラベースさん、ずっと負けてたらさ、1号ぐらいいかないんすか。で、なんならもうビッグ引いたところでプラスになんならない。レーンを狙うのに。そう、現実的なの。負けで飲むごくりは関係な。え、これ100円ぐらいでしょ。これ3本ぐらい買えるんでしょ。バカバカしい。やばい、やばい、そんなこと決めたらな。でも俺らは引けねえとこまで来ちゃった。もうみんなも絶対光を見たいと思う。
だってそろそろ夜になるでしょ。エレクトリパレードが見たいと思うんですよね、みんな光の。もうそろそろ準備始まってるから、うん、よし、後半戦行きましょう。待ちます。行こうぜ。5分。よし、と言ったらもうすぐですから。かましてきます。お願いします。お願いします。10円スロットなので、さっきは20円だったので半分ですね。ビッグ引いたらやめろ。めちゃくちゃよそ見しとるやん。すっげえこいつよそ見してんだけど。おいおいおい、さて、3店舗撃沈したわけですけども、まあ、柏はね、有能なことにまだパチンコ屋さんが2店舗ほどありますので、これから向かっていきたいと思います。西口です。よし、着きました。今回の舞台はここだ。マルキン、頼む、やって。お前引っかかっている。当てちまうか。頼む、ここでビッグを1回引いて白星をあげよう。ああ、ビッグ3回引けます。ああ、待って、追ってる。高評価待ったなしです。オーケー、できたら高評価お願いします。行ってくるぜ。行ってくれ。またまた感性で選びました。こちらの機械で行かせていただきます。行きます。もう希望も何もありませんでしたね。プルルッと終わりましたね。プルルッと。次で一周したら1万。よし、考えずに行こうか。行こうか。これあれだわ、考えない方がいい。うっせやな。考えない方がいい。うん、行こう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 。ドゥッ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 俺に任せろ。あっち行きます。行きましょう。こちら打ちます。どうか。お、そうか。じゃあ車戻る？うんうん、もうない。あ、終わった。終わった。俺ら終わった。お前が思ってた状況わかんない。消えろ。こんにちは、ソロパッチステーションです。聞こえます。ただいま時刻は7時です。タイムリミットまであと2時間ですね。今は9戦負けとなっております。さあ、前半戦は終わりです。前半戦は終わりです。後半戦です。じゃあこれからね、大阪方面に向かっていきたいと思います。ドライブ再開です。僕の恋人はこのクニさん。はい、ちょっと寄り道してたらですね、看板が見えて、その方面行ったらね、パッチ屋があるんですけど、駅なんで、南柏駅なんで、ちょっとこの辺で降ろすんで行ってきて、俺だけ出撃してくる感じで。じゃあ行ってきます。はい、いざ決戦の地へ参る。外れた。外れた。外れた。思いっきり外れた。ストレート負けした。人生甘くねえな。え、一番負けってことでよろしい？一番負けてます。枕だ。うわ、あ、あった。ああ、期待はできるぞ。これは人が入ってるし、いいのではないのか。1番館、ね、1番館か。2番館ってのは聞いたことあるよ。ドンキのスーパー。それあれじゃない、バーサン館じゃない。バーサン館じゃない。それはバレな。よく分かったら、うん、いや、1番館って言われたらバーサン館が一番最初に来るからな。バーサン館だ。よっしゃ、いくぞ。頼んだぞ。まずもう1万円俺ら負けているんだ。負けているから、もう引けるとこは、もういいところで行ったから。じゃあ行きましょう。
ました。ハセさん、もう俺が去る際に隣でブッってなったし、ね、なんならさっき俺とかでカーンって聞こえたよ、さっきの後ろで。え、この30分の間に2度負けてるやつ、ちょっとこの4時間半の間に11回負けてるやつ。そうだよ、もう一応11店舗のパチンコ屋をはしごしてますからね僕。でもやばい、もうあと1時間半しかないから急ごう。もう行くしかないこれは。もう当ててくれよ。行こう。意外と人もいるんじゃない。よし、さあ颯くんですね次は。じゃあまあ時間ぐらい帰ってこねえわ。いやマジで本当に。でも勝てよその代わり。ああ当たり前でしょ。マジ次負けたら外でね、クソってやって。お前やば。おい、その辺でそこ俺だったらできるけど。あそこでしょ。うん、嫌い。でも握手に乗ったらいけそうな感じがある。分かってる。お前いや言わせてくれよ。そうすか。やばい、もう1時間しかないから急ごう。すごいすごい。もうね地元の方へ帰って行ってます。うわー、どう巻き返すこれ。どう巻き返す、とりあえず光るのが前提か。そうだよ、チャレンジャーです。チャレンジ1年生お願いしますよ。マジで会ってくるわ。行こう。まずピックかどうかですね。失礼します。なんかちょっと時間かかったんじゃない？ちょっとどうぞお茶を。お茶。まあ結果から言いましょうか。光りました。あだー。じゃあまず小銭から。100円。はい。100円。100円。100円。以上です。あらあらあら。まあここは賞味ね。ちょっとよね。まあ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 。お札ですよね。札なんだよ。千円かけてますから。はい。千円札。千円札。1はあ、これでもう200円プラスですね、はい、このターンだけは。でもう1はえ、まさか以上です。あビッグ引いたんですよ。あ、ビッグ引いたんだ。折っちゃいました。折っちゃったの。いや、ここは引けないでしょ、だってまあそうだよな。ここで引いたら俺は男じゃないと思ってしまった。今回1000円だから10001200円勝ちですよ。8半か。これがゴールちゃうねん。でもラスト1店舗ですね。もう時間的には30分しかない。ちょ、地元で僕らがよく行くお店サメランでも行きましたね。うん、あそこでギャンギャン回してますか。あ、そこで俺ら1万勝ちしてますんで。で、そこではさ、ラストなんで1000円1000円で、まあ一応同じ台で行っちゃうと2000投資になっちゃうけど、先着先着でラスト行こうか。締めのね、これで出てるからね、勝った。そっかそっか。決める、決めるぜこれ。来るよマジで。来るぞこれ。これはジャグレンみたいなもんよ。店間の。そうだね。しゃあ、じゃあ戻りましょう。戻るぞ。これはいい兆しが来ている。俺の恋人はパチンコさ。最低すぎ。ラスト勝負、時間的に8時47分です。ライはこれはね、二人とも8連ぐらいします、今日。今日8連ぐらいして、もう全部ピックです。俺らには、動画の持ってる感じがあるから、ここで、俺は引くんじゃねえかなって思ってこの間ってサブチャンであれクオリティ出るわけだからね。そうだよ。本ちゃんになったらもうとんでもねえよ。なんなら本ちゃんでこう来て、そう、一番最初のポケカ生活で来て、5000円ぐらい買ってますからね。ビックが出るもんな。よし、最終戦闘行こうじゃねえか。あ、散るぜ。じゃあ今回は1000円1000円でやっていきましょう、はい、ということでラストお互い毎尺を打ちたいと思います。行ってこい。じゃあここで見せていくよ。昨年のポンちゃんでポン画が出ることある。きた。ようやくな。よしよしよし。
反応が間抜けすぎた。オッケー、あっ、やばすぎる。こっちも当たるという展開にしてくれ。ナイス、ナイス、いいぞ、いいぞ、やはりここだ、やはり俺のサンプル。息切れするぜ。ビッグだ、マジでビッグだ。え、もっと、いいよ、頼む、来い。頑張ったよ。まず一言言わせてください。はい、サンプありがとう。ありがとう、サンプ。救われた、救われたわ、マジで。じゃあ終始の方をね、そうですね、まずここの終始の方発表させていただきます。じゃあ俺からいきます。はい、まあ俺の方が全然低いのででも1000円だから、ね、まあそう、1000円ってこと、1000円1000円だからね。ここじゃあ小銭からいきます。はい、小銭500円。おお、飲めね、飲み、まあまあまあ。じゃあ次お札ですね。はい、1枚、2枚、はい、3枚、4枚、はい、4500円。素晴らしい。なので勝ち金は1000円引いて3500円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕はもうまあ、結構ジャグリンはしましたけど、ちょっとねレギュラーが多くてね、ビッグ1回しか引けなかったので、はい、ただ颯さんはビッグを何回引いた？ 2、3回引いた？ 3 か4回か。しかもプレミアも引いてます。さあ颯さんの収支を聞こうじゃないか。はい、じゃあまずね、小銭に、はい、ございません。おっ、何もうまずどこのですか。もうお札しかございません。まずは、まずは1000円。はい、で、あ、2枚目、はい、2枚目いただきました。ほんで1万円ともいきゃ1000円と1万円。おお、以上です。1万、1万3000円。なのでまあ収支でこうやってマイナス金引いたら1万2000円勝ちですね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあこのまあ合計だよね。そうね、この全部で14店舗、回数で言うたら15回分だね。そうだね、15回分。じゃあ計算していきますね。はい、収支の方出ました。はい、まず1万5000円使いましたね。はい、2人で15回分だからね。15回分、1万5000円でマイナスになったのかプラスになったのか、はい、金額はプラス4700円。やったー、やったーべー、すやー、神回すぎた。よかったー、ちゃんと持ってったね、取りに。グラフえぐいよ、直角にワーワー言ってる。柏の時の俺らの多分顔見たら変わりでもえぐいでしょ。こんなニコニコしてないよ。もう大喜利始まってたんだから。そう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 、負けた時どうしようかなっていう。あの皆さん1000円ですからね。そうそう、これすごい。1000、1万5000かけた企画じゃないからね。ここに来て入れた金額1000円ね。1000円、先着はやっぱ夢があるのよ。いやー、これ、ね、夢出ましたね皆さん。本当にやっぱ俺だってさ持ってるよな。持ってんだよこれ。これ生きてる時に、でも俺だっていつも最後いいとこ引くからねとか。そうそうそう、別にこういうやつじゃなくても食べる比較とかでも、うん、最後なんかねルーレットでもおもろい展開になるからなとか言ってたら、本当にこの分野でもできちゃうんですか僕ら。 YouTube の神とジャグラーの神がこうやって肩組んでたということで、今回は初めてのね、もうちょっとまあお試しというか、うん、ちょっと雰囲気変えた動画
を撮ろうと思いまして、はい、このような動画を撮ってみました、はい、お願いだから高評価お願いしますね、温かな高評価お願いします。さすがに神展開ってつけてるからタイトルに。そうそうそう、初めはさ、え、何が神なんだよ絶対思ってるよ、うん、みんな。もういい振りだったよな。いい振りだよなあれ、ね、全ての伏線を回収してきました。僕ら何でもできます。アクシデントと申します。はい、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。風を切って走る。